皆さんこんにちは。子役として芸能活動を開始し、ドラマや映画などの出演を経てミスマガジンでグランプリを獲得し、人気グラビアアイドルとなった豊田瑠菜さん。今回はそんな豊田瑠菜さんをご紹介します。豊田瑠菜さんのプロフィール。名前、豊田瑠菜。生年月日、2002年7月17日。出身地、埼玉県。血液型、O 型。身長、161センチ。スリーサイズ、76、58、89センチ。事務所、プラチナムプロダクション。小学校時代。豊田さんが通っていた小学校は埼玉県内の小学校と言われていますが、詳しいことは分かっていません。両親とお姉さんの4人家族で、そのお姉さんは2015年に解散したアイドルグループパワースポットに所属していた豊田咲希さんです。ちなみに咲希さんは2010年に AKB48 の第11期生研究生を務めていましたが、同年10月23日をもって研究生活動を辞退しています。豊田さんは5歳の時に親子向け雑誌にお母さんと一緒に掲載されたことをきっかけに、こういう仕事がやりたいと思ったそうで、芸能事務所のオーディションを受け、子役として芸能活動を開始しています。そんな豊田さんは3歳の時からモダンバレエを習い、4歳からはクラシックバレエを習っており、バレエの発表会などでステージに立つことが好きだったようです。11歳だった2013年から2016年までは女子小学生向けファッション雑誌のキラピチの専属モデルを務めており、その他にも CM や映画悪夢ちゃんザ・ムービーにも出演しています。中学校時代。豊田さんが通っていた中学校は私立の女子校、藤村女子中学校です。豊田さんは小学校時代に続いて中学時代も3年間にわたり芸能活動を行っています。そのため中学高校時代は部活動などには所属していなかったようです。中学生になった時にはこれからの将来についてどうしようと悩んだ時期もあったようですが、やっぱりやりたいと思ったのが芸能界の仕事でした。そのため、今それができる環境なら精一杯やりたいと気持ちを固めたことをインタビューで明かしています。また勉強も頑張っていたようで、この中学校の中学課程修了式では学校から優秀賞の表彰をされたそうです。なお中学時代までは子役としての活動が中心で、大河ドラマの八重の桜や花もゆなどのテレビドラマに出演していました。高校時代。藤村女子中学を卒業した豊田さんは藤村女子高等学校に内部進学しています。この藤村女子は6つのコースがありますが、豊田さんがどのコースに在籍したかは分かっていません。そんな豊田さんは高校1年生の2018年からは NHK の E テレの番組スイエンサーにレギュラー出演し、番組内ではスイエンサーガールズとして活躍しています。スイエンサーは台本がなかったそうで、最初は右も左もわからないような状態だったそうですが、回数を重ねていくうちに楽しくなってきたとインタビューで話しています。またプラチナムプロダクションの育成プロジェクト渋さんプロジェクトでリーダーを務め、傘下のアイドルグループビーオンにも参加しています。豊田さんは自身の性格を、5歳の頃から芸能界の仕事をやっていたこともあって度胸はある方で、人前に出ると緊張なども吹っ飛ぶタイプだと話しています。学校では学級委員長などに選ばれることが多かったそうですが、知っている人ばかりなので仕事とは違って照れくさくなってしまったそうです。その後高校2年生の2019年5月にミスマガジン2019のベスト16に選出されたことを契機に、芸名を豊田瑠菜に改名しています。そして
同年7月23日には応募者3023名の中からミスマガジンのグランプリに選ばれ、7月29日発売の週刊ヤングマガジンでグラビアが掲載されました。プラチナムプロダクションの所属者がミスマガジンを制したのは2003年の岩佐真由子さん以来16年ぶりのことで、ミスマガジン2019ベスト16の中ではベスト16発表時に16歳で最年少ではあるものの、芸歴は最長でした。はじめはグラビアの仕事に不安を抱えていた豊田さんでしたが、インタビューでは、誰かになったりお洋服を見せたりとかじゃなくて、自分を見せるというお仕事に魅力を感じていますと話しています。また同年にワコールの CM プリリや日本製紙連合会ラブレターコンテストのスチールモデルとして出演しています。豊田さんの将来の目標は、演技やバラエティ、MC などジャンルを問わずに活躍できるような人になることだそうです。2021年3月には高校を卒業して春から大学生となるため、同年3月28日に原宿ベルエポック美容専門学校で実施された令和2年度渋さん卒業式をもって渋さんプロジェクトを卒業し、アイドル活動を一旦終了しています。また同年特撮テレビドラマウルトラマントリガーニュージェネレーションティガでヒロイン静間ゆな役を演じています。さらに同年11月6日には渋さんプロジェクトのワンマンライブ Don't Look Back in 東京でアイドルとして再び舞台に立っています。豊田さんは藤村女子高等学校卒業後、2021年4月9日にツイッターで大学進学を報告していますが、どこの大学に通っていたかは分かっていません。2022年は特撮テレビドラマのウルトラマンデッカーや映画ウルトラマントリガーエピソード Z などにも出演しており、豊田さん本人も女優業にも意欲を持っていることから、今後は出演作も増えていきそうです。これからの豊田瑠菜さんの活躍に期待したいですね。